バッテンです。今日はこちら北海道大学2022年理系第5問の問題をじっくり解説していきたいと思います。前回この問題を初見で解くっていうところを出してまして、そこでは話しきれなかったような詳しい解説をやっていきます。まだ解いたことない方はここで必ず動画を止めていただいて、自分で答案を書いてみてから解説の方に進んでください。ではいつも通り解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきます。まず括弧1、解 Z の描く図形ということで、この Z マイナス何か複素数の絶対値っていうのが、その2つの複素数平面上で表す点の距離を表すということがポイントになってきます。丸1については変形してこちらなので、原点中心半径2の円で、丸2については Z の絶対値イコール Z マイナスルート3マイナス i の絶対値となるので、原点 O と点ルート3マイナス1を結んだ線分の垂直二等分線となります。では括弧2ですね、複素数平面のアプローチについては後で詳しくまとめていきますが、今回丸1と丸2をどちらも満たす複素数 Z っていうことで、それを括弧1の誘導があるので図形的に捉えていきます。で、考え方一つ目は幾何的にいく方法で、この点ルート3マイナス i っていうのが丸1で考えた円の上に乗っていることに気づけば、実は2つの交点の原点からの距離と変革がすぐに分かるので、図形的に簡単に求めることができます。で、考え方2つ目は、それに気づかなくても座標平面で考えることですぐに解くことができます。つまり括弧1で求めた2つの図形をそれぞれ xy 平面の式で捉えてあげると、こちらとこちらになってきて、これを連立すれば交点が求まるよと。なのでそれに従って複素数を求めることができます。では括弧3、複素数の n 乗を考えるときは極形式で考えると考えやすいよと。で、今回も2つの括弧2で求めた複素数の積を極形式に変形するとこちらで、なのでオメガの n 乗っていうのはこうなります。ということでオメガ n 乗が負の実数になるための n の必要十分条件を考えるんですが、4の n 乗がプラスなので、ここのサインの部分ですね、これがイコール0、かつこのコサインの部分っていうのがマイナスになってくればオメガの n 乗が負の実数になるよと。あとはこれを解いていけばよくって、単位円で考えた時にコサインがマイナス、サインが0になる点っていうのはここ、よってこのマイナス3分の nπ っていうものが π の奇数倍になっていればいいということで、 n イコールマイナス 3k、 ある奇数系を用いて n イコールマイナス 3k と表せることが n についての必要十分条件になってきます。ではここから詳しく解説していきますので、分からなかったところとかもっと掘り下げて聞いてみたいものがあれば重点的に見てみてください。では括弧1から詳しく解説をしていきます。解 Z の動く図形、これは本当によく出てくるテーマですけれども、ポイントとしてはまずこれですね、ある複素数 Z で、ある複素数 α っていうものがあったときに Z-α の絶対値っていうものは複素数平面上で、その Z が表す点、点 Z、 α が表す点、点 α、 この2点間の距離を表すというのがポイントです。なのでうまくこの絶対値の形で何か捉えられる図形を探していくということですね。自分の出している数学3特攻だと複素数平面図形への応用セクションの第2問目の両問で扱っているので、こちらもぜひ復習をしてください。じゃあ丸1について Z かける Z バーっていうことで、これはすぐ Z の絶対値の式になりますよね。 Z の絶対値の2乗イコール4、つまり Z の絶対値が2っていうことで、これは Z-0 の絶対値と捉えてあげて、原点 O と点 Z の距離が常に2だよということを表しています。ということで、そういう点を集めてきた図形っていうものは円ですよね。つまり原点中心で半径2の円を表すよと。これを後々のために C と置いておきます。これが前半で、後半丸2についてはこのような式が与えられているので、やっぱりさっきの形を作ります。 Z-0 の絶対値イコール Z マイナス、ここですね、くくってあげるのがポイントで、ルート3マイナス i と Z の距離を表していると。つまりこの式は何を表しているかというと、点0、0っていう複素数が表す点ですね、複素数平面上で、とルート3マイナス i っていう複素数が表す複素数平面上の点、この2つからの距離が等しいよということをこの方程式は表していると。で、これがどういう図形になるかっていうと、これはこの2点を結んだ線分の垂直二等分線ですね、これ上に Z があることを意味します。で、さらに言うと、これ上の点全てを表すということですね。よろしいでしょうか。
ある2点を結んだ線分の垂直二等分線上にある点っていうものは必ずその2点への距離が等しくなりますね。これは三角形の合同で示すことができます。でさらにこれは少し直感的な説明になりますが、この垂直二等分線上に乗ってない点については必ずこの2つの点への長さっていうものが変わってきますよね。ということで、ある2点からの距離が等しいということと、その2点を結んだ線分の垂直二等分線上にあるっていうことは同値ですということで、この式から垂直二等分線上にあるっていう結論が得られます。で後々のためにこれを L と置いておきます。この垂直二等分線ですね。はい、では括弧に複素数平面の考えるアプローチですね、軽く整理をしておきたいと思います。結構複素数平面ってなんか行き当たりばったりで解きがちなんですけれども、まあ、ある程度こういうふうに考えていったら方針見極められるなっていうアプローチの方法があるのでそれを紹介します。まず大きく分けて式のままゴリゴリいくのか、あるいは図形的な情報を生かすのかっていう頭の整理ができるといいかなと思います。でさらにその中でもまた分かれてきて、式でゴリゴリいく場合、例えば Z っていう複素数あった時に Z のまま議論をするのか、あるいは Z イコール A プラス BI みたいな形で具体的にこの実部虚部を置いて、そうするとこの実部と虚部は実数ですよね。なので Z っていう複素数のまま考えるんじゃなくて A プラス BI と置いて実数の世界で考えてあげるのか、まあ、A と B っていうですね変数は2つ登場してきてしまうんですけれども、まあ、実数で考えることで何か解析ができたりとか考えやすくなったりもするんで、こういうアプローチもあります。あるいは図形でいく場合には、まあ、これはよくある整理ですけれども、初等幾何的に行くのか、あるいはベクトルを活用するのか、あるいは座標平面で議論するのかっていう、まあ、大きく分けてこの3つがあるかなと思います。でこれについては数学3特攻のシリーズの複素数平面式の処理セクションの ② ③ ② が両門演習で ③ は確か旧大の過去問だったと思うんですけど、まあ、ここら辺でも理解深めることができるんで詳しくはそちらを見てみてください。じゃあそれを踏まえた上で今回何を使っていこうっていう話なんですが、まず括弧1の誘導があるので ① ② の解 Z が描く図形っていうものを考えてると、で図形考えてるってことは何か図形的に捉えられないかなとまず考えてみます。つまり今回求められている問題っていうのは ① ② の、まあ、つまり連立方程式の解ですよね。どっちも満たす複素数 Z を求めたい。でそれを図形で捉えるっていうことはどういうことかというと、どちらの上にも乗っていると、つまりこの2つの図形の交点ですね、交点の座標を求めればその複素数が求められるっていうことになります。なのでなんか図形的に交点を求めたくなるのかなというのをまずは考えてみます。で図形で考えられるときは図形で考えた方が楽できることが多いので、とりあえずはそれを試したくなります。で考え方は2つあるので紹介していきます。つまり幾何でいくのか、ベクトルでいくのか、座標でいくのか、大きく3パターンあって、今回は初等幾何でもいけますし座標平面上で議論してもいけるんで、それぞれ紹介していきます。まずじゃあ幾何的に捉える方法で、これは少し発想が必要にはなるんですけれども、丸2の描く図形の時に考えたこのルート3マイナス i っていう点が実は原点からの距離が2なんですね。これルート3いって1下がるので原点からの距離が2になると、なので実はこれは円 C 上にあります。つまり丸1の解 Z が表す図形上にこれが乗ってくるんですね。でこれを点 A と置いておきます。でこの時、まあ、これも図からということで楽をしてますが、原点とこの点 A を結ぶ線分の垂直二等分線、これが L だったわけですね。でこれと C の交点の座標を求めていきたいわけですけれども、まずそれは2点で交わってるよねと。なのでその2点を P と Q と置きます。でさらに議論していくために OA の中点ですね、この点を M と置いておきます。つまり L っていうものは M を通っていて、 C と L っていうのは2点で交わってその交点を P と Q としますよと。で求めたいのは P と Q の表す複素数ですね、これを求めていきます。でこの A が円上に乗ってるっていうのがすごく重要で、さらにここが30度になってるんですね。つまりルート3行って1下がったところに点 A があるので、これ1対2対ルート3でここ30度ですねということが分かりましたよと。そうすると P と Q の図形的な情報を知りたいので、ここに三角形を作ってあげます。そうすると OP はこれ円の半径2なんで2ですよね。
で OQ もこれ2、 P と Q はあくまでも C と L の交点なので円上に乗ってるってことは原点からの距離は2で、 OM1 ですよね、これは垂直二等分線だったので M っていうのは OA の中点に合っているということで OM は1ということがわかるので、まずじゃあ三角形 OMP に着目をするとここが2であることが分かった。で、ここが1である。で、ここは垂直二等分線なんで直角。で、これまた1対2対ルート3の直角三角形になってますよね。つまり30度、60度、90度の直角三角形になっているので、実は各 POM ですね。これ。これが60度であることが分かります。で、同様にして QOM っていうものも60度であることが分かります。そうすると、整理するとこちらですね。まず A っていうものは辺角マイナス30度。で、そこから60度行ったところに P があって、マイナス60度行ったところに Q があるので、P っていうものが、これが、辺角が30度であるっていうことがわかるんですね。で、Q っていうものは辺角がマイナス90度だよと。で、原点からの距離はどちらも2なので、極形式で考えると、一瞬で複素数を求められて、P に関しては 2×cos30° プラス isin30° で、ルート3プラス i。で、Q に関しては 2×cos-90° プラス isin-90° で、-2i と求められます。もう極形式で考えなくてもですね、実はこれ、まず P については、これ30度。で、A が -30 度なんで、A を実力対象に持ってくればいいと。なので、これでルート3プラス i と求まります。で、Q に関してもこれ、もう、図から明らかですよね。-2i であることは。という感じで、まあ、計算も不要かなと思います。これが図形的に、初等幾何的にですね、求めていく方法。まあ、今見たように、少し発想が必要になりますよね。まず、ルート 3-i が、円 C 上に乗っていることに気づかないといけないですし、あとは変革とかも求められるなっていうことに気づかないといけないのが少し発想のハードルはあるんですが、まあ、それ思いつかなくても、座標平面でゴリゴリ計算していくことができます。つまり、今回この円と、まあ、直線ですよね、垂直二等分線。の交点の座標を知りたいんで、この2つの図形のを表す式っていうものを XY 平面ですぐに書くことができるんですね。つまり C については原点中心半径2なので XY 平面上で円の方程式書くとこちらですね。じゃあ L はっていうとこちらの図形に戻っていって、この中点の座標何かっていうと2分のルート3マイナス2分の1ですね、 XY 平面で考えたときに。で、傾きはっていうと、この線分の傾きがマイナスルート3分の1なので、この L の傾きっていうのはルート3になります。かけてマイナス1にならないといけないということなんで、通る一点と傾き分かるので、直線の方程式が立ちます。つまりこちら。で、整理すると、y イコールルート 3x マイナス2という直線の式が出てくるので、これらの交点を求めると、まあ、連立して解いていけばいいよねと。まず y を消して x についての二次方程式で解くと0ルート3で、すごくここ細かいですけど超重要な論点があって、じゃあ x 求まりましたよと、代入して x 求まった、じゃあこっから y を求める時っていうのはあくまでも代入したこの y イコールルート 3x マイナス2っていう方に代入して y を求める必要があると。ここで代入された方、円の方程式で代入して y を求めようとすると答えがずれます。で、この理由に関しては細かいですけどとてもとても重要なので、で両門演習 1A2B シリーズの第10問目で論理のところで扱っているので、この理由わからない人は必ずここは復習をしておいてください。何か式を代入して連立方程式を考えていった時っていうのはその代入元は残さないといけないっていうことなんですね。なのであくまでも代入元を使って y を求めないといけないというところを、まあ、メインテーマではないですけれども、ぜひ一緒に復習をしておいてください。まあ、いずれにせよ同じ複素数が求まります。ではカッコ3ですね、まあ、全ての積っていうことで2つしかないんですけれども、まあ、掛け算したものがオメガだよと。でオメガの N 乗を考えたいんですけれども、複素数の N 乗は、まあ、極形式で考えるのが楽です。まあ、2乗とか3乗とかだったら、まあ、実部プラス虚部の i の形でゴリゴリ展開して計算していってもいいんですけれども、まあ、N 乗って一般の類乗になってくると極形式だから楽です。ということで、これ掛け算したものも極形式で表すとこちら。まあ、2ってマイナス2ルート3下がるんで、ここは60度であることは気づきたいですね。で、原点からの距離は4だよと。
またここも30、60、90の直角三角形になってます。ということでこちらで、ドン・ボアンブルの公式でオメガの N 乗っていうのは4の N 乗かける変角ですね、これが N 倍になると。じゃあこれが負の実数になるのはどういう時なのかっていうのを解いていかないといけないですね。議論できる形に理式化したいと。じゃあまずは実数にならないといけないんで、この極ですね、ここ、4の N 乗は置いといて、この sin の部分、これが0にならないといけないよねと。じゃあこれが0になると実数ではあるんですけれども、さらに負じゃないといけないんで、それを考えます。4の N 乗はプラスなんで、コサインがマイナスじゃないといけないよねと。これで必要十分ですね。つまり、4の N 乗はプラスなんで、これが負の実数となるための N の必要十分条件は、この2つが成り立つことになります。これで議論できる形になりましたと。じゃあ、あとは、もっと綺麗な形にしていきたいので、このマイナス3分の Nπ。ここについての必要十分条件に言い換えていきます。そうすると、これを一つのですね、まとまった角度だと見て、サインが0で、コサインがマイナスになるようなところって、単円で考えたときにどこかっていうと、ここしかないですよね。で、これどういう角度かっていうと、マイナス π とか、π とか、3π とか、2π ごとにぐるぐる回ってきますよと。ということなので、つまり、丸1、丸2を満たす n の条件っていうのは、マイナス3分の nπ っていうものが、奇数かける π の形になっていることですね。こういうふうに表せることが N についての条件になってくると。奇数だけですね。偶数だとこの右側になっちゃうんでダメ。で、これを整理して、つまりある奇数 K を用いて N イコールマイナス 3K、これ変形しただけですね。と表せることになります。で、これは N イコール 3K としてももちろん OK で、全く同じ N の集合になってきます。K っていうものが入ってきてますけれども、これはあくまでも N についての条件になっていることに注意してください。はい、いかがだったでしょうか。とても解きやすい問題ですし、どんな問題集にも載っているようなテーマだと思うので、必ず解き切りたい一問ではあるんですが、第5問ということで、あとこの年の北大が第1問、第2問、第3問と重かったので、さっさとそこに見切りをつけて、この第5問、解けるなっていうことをいかに早く発見して、さっさと解き切るかというところが、求められる実践的には大変だった一問なんじゃないかなと思いますが、演習材料としてはとても標準的な良問なので、じっくりと発想の部分から鍛え直してみてください。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。